国見みたいに走ってくる生徒もいないと。インフルエンザでも流行ってるのか。テレビでやってましたよ、原因不明の病気が蔓延してるって。え、それはびっくりだな。そのせいなのか。お前走ってきたの。朝起きられなかったんだろう。俺も同じだったからな。ちょっと睡眠薬みたいな感じだよな、マジって。何ポソポソ密談してんのさ。パンツ見えるぜ。大丈夫大丈夫、このスカートは38度線を死守してるから。乗り越えたら危険ってことか。で、何？なんか楽しいことでもあった？楽しいことっていうか、なあ。ありゃりゃ、私は仲間外れですか。いいもんね、サンデーに聞くから。にゃ、ふんふん、ほうほう。なんだ、最近出回ってるっていうあれを飲んだんだ。いや、なんだ、聞こえてたんだ。いや、猫の聴覚は人間より鋭いよ。そっか、でも私は感心しないな。まあそうかもな、ちょっとドラッグっぽいし。というか、人生は一度きりだから大切だってこと。リセットボタンがないからこそ人は人生を戦わないといけないわけで。神崎さん、真面目なパンクスみたいだな。逃げてるだけじゃパンクとは言えないぜ。それでも俺は過去に戻ってリセットボタンを押してやりたいんだ。完璧超人なんてどこにもいないからね。キツネ。ちょっと聞きたいことがあって。今朝のことだけど、やっぱり普通じゃなかったと思う。お兄ちゃん、何か隠してない？
正しい使い方。じゃあ学校のみんなはそれを知らなかったってこと？うん。けどトモくんはどうしたの？でしょうね。公園だった。それが最初の鬼？ちょっと思い出せないけど。それがどうかしたの？そんなことあった？マジなんてやめて。キッズレ。待ちに待った昼休みだね。お腹空かないの？なんで？胃もたれって親父みたい。胃腸が弱いと大地震とかが来たら生きていけないよ。泥水飲んだり雑草煮たり、それでも打ち手しやまんが日本人の魂だから。アナーキーだね。なんで胃腸の話からアナーキーになるの？あれ、山ちゃんは？なんか中央委員会で用事があるとかで今日はパスだって。へえ、やっぱ仕事優先なんだ、ブラコンのくせに。え？そうなの？どっちが？ブラコン。ま、仲良きことはいいことです。じゃ、私はチカ子ちゃん呼んでくるね。私ちょっとおしっこ。あれ、エマちゃんは？
そうなんだ。こんにちは。じゃ、行こうよ。あ、私、購買に行かないと食べるもんないから。私もです。じゃあ先行って待ってるから。何が？もぎさん、胸焼けしませんか？大丈夫大丈夫。それに機器でバイトなんかしてると甘いの食べるのしょっちゅうだし。へえ、いいな。いいよね、ほんと。いや、売れ残りなんてめったにないし。味見だよ、味見。もしキキがテレビとかで紹介されたら、カズハちゃんが遠い存在になっちゃうね。美少女パティシエとか。美少女？なんでそこで引っかかるのかな。けれど紹介されたりしたら行列ができちゃって、なかなか食べられなくなるかもしれませんね。もしそうなったら、みんなの分は取っといてあげるから。お腹空いちゃった。喋ってないで早く食べよ。さっさっさっと。じゃーん。おー、でも本当によくできてるよ。これも努力の賜物ですよ。ほら、今まで隠してたけど名誉の負傷が。日本語難しいね。あー、うん、そこはほら、勢い余ってってやつ。料理ができて、この可愛さ、ますます完璧超人って感じ。美少女仮面みたいですね。そっか、私も受験が終わったら料理の練習でもしようかな。もっと本格的にというか。もしそこまで行ったら戦闘力高そうだね。今でも結構高そうだし。戦闘力？確かに。プロポーションもいいし。京介くんは。分かってるくせに。
答えになってないけど。まあ私は京介のお姉ちゃんみたいな感じだからね。え、そうかな。兄弟というか本当に幼なじみみたいな感じですね。気の置けない仲というか。ふーん。ま、兄弟じゃ恋愛もできないしね。だからそんなんじゃないって。ちゃんのお弁当美味しそうだよね。交換してもいい？ご飯の上にあんこをむにゅっと出すとか。なんかね。アンケリするわけないじゃん。京介ちゃん、私のことなんか勘違いしてない？昔の話だね。今やったらつまらないかな。そりゃそうでしょう。そっか。あの頃はそれで楽しかったけどさ。忘れちゃった。京介、記憶力でも鍛えるつもりなの？でも記憶力がいい人っていろいろと便利そうだよね。私より1個上なだけなのに。